そうだ、りょうたおじさんのことなんて呼んでんの？普通だよ。パパって。来てたのか。どうも。私はね、息子の車で買い物に行くのが昔からの夢だったのにね。僕は大きくなったらお父さんと同じお医者さんになります。医者になんかしませんからね。大きくなったら何になりたい？ピアノの教育士。つついてきたのね、お墓から。あげないで、純平かもしれないから。もういないのに。死んじゃってもね、いなくなっちゃうわけじゃないのよ。兄さんだって生きたら今頃どうなったか。そんなことあるんじゃないですからね。あと10センチ。兄ちゃん。思い出した。昨日言ってたスマートに。黒姫山だ。